大船渡市にやってきました。食欲の秋ということで、大船渡の美味しい食べ物をたくさん見つけに行きたいと思います。行ってきます。めんこんやなが行くオラホが一番。いや、大船渡といえば人気のお菓子ありますよね。あ、ありました。こちら県外のファンも多いカモメの卵、美味しいですよね。訪れたのは斉藤製菓の新たな総本店として2017年にオープンしたカモメテラス。店内はカモメの卵をはじめとするお菓子の販売のほか、カフェや縁側をイメージして作られたイートインスペースなどがあり、人が集う憩いの場となっています。カモメテラスで今人気を集めている商品が、秋の味覚栗を使ったカモメの卵。ではいただきます。栗感がすごいです。時々栗の歯ごたえを感じます。販売部猪俣さんの一番は何ですか？やっぱり家族ですかね。家族、息子が生まれたばかりで、もう5人兄弟になってしまいましたね。5人ですか、おめでとうございます、生まれたばかりの和人くんの名前は長男ひろとくんが考えたそうです。長男ひろとくんが生まれたのはおよそ10年前、震災の3週間前でした。息子にはスウェーデンのミルクと韓国の方々からお世話になったその食べ物と、トルコの方からのおむつであなたは育ったんだよって結構言うんですよ。だからあなたが大きくなったらばね、世界中の皆さんに優しくしてあげなさいよっていうことを言ってるんで。もうとっても素敵な家族、なんかこれからが気になります。その和人くんもですし、お兄ちゃんもですし、ありがとうございます。まあね、あんまり学校の勉強はちょっと苦手なようなんでいやー、風が気持ちいいです。もう海の香りが漂ってきますね。スクリュー、大きなスクリューがあります。ちょっと気になるので行ってみましょう。訪れたのは海の幸振る舞いセンター。旬の魚を使った定食が楽しめるほか、朝水揚げされた新鮮な魚介類を購入することもできます。今が旬のお魚って何ですか？はい、今が旬のお魚、サンマですね。サンマ、やっぱり秋はサンマですね。はい、秋といえば本州で一番水揚げの量がありまして、巨大サイズは本当にもう 140g とか、はい、かなり大きなサイズになりますので。餌がいいんですかね？はい、北海道沖とかあと三陸沖ですね、餌が豊富なので、はい、それを食べて大きくて脂の乗ったサンマに、成長しますね。板垣さんの一番はやっぱりサンマの塩焼きが、はい、油がよく乗っているので、はい、やっぱり塩焼きが何といっても一番かなと思います、はい。食べたいということで用意していただきました。いただきます。噛むたびに油がじわっと出てきます。そしてこの塩加減も辛すぎるということがなく、このサンマ本来の味を生かした調理方法になっています。旬の今だけ味わえるサンマのお刺身も絶品ですよ。街を歩いていると気になる看板を発見。訪れたのは昭和10年創業の丸橋豆腐店。工場がお店に隣接しているため、出来たて、揚げたてを味わうことができます。看板のお店のロゴはなんと2012年にグッドデザイン賞を受賞。パッケージも統一されていておしゃれですよね。佐々木さんのおすすめは何ですか？
私の一番は生揚げです。生揚げ、はい、菜種油を使ってるんですけども、高温でさっと揚げてるので、あの油っぽくないです。いつもはどうやってこの生揚げを食べてるんですか？これからの季節だとシチューなんかの具としてもおすすめです。シチュー、ちょうど今日作りましたので、よかったらどうですか？いいんですか？はい、嬉しいです、ありがとうございます。ということで、生揚げを使ったシチューを用意していただきました。わざわざありがとうございます。いただきます。お豆腐しっかりしてるんですね。はい、子供たちもなんか結構好きで食べてますね。材料は3つ、ベーコン、生揚げ、キャベツの順に炒め、水を入れて煮た後、シチューの素を入れて、最後に牛乳を加えれば完成。5分ぐらいでできると思いますね。本当に簡単なんです ね、 はい、ちょっと私も家に帰って早速作ってみたいと思います。はい、秋の味覚を堪能してきました。もう一日中美味しいものを食べていたのでお腹いっぱいです。次また違う季節に来たいなと思いました。楽しかったです。